皆さんどうもこんにちは、フルサクチャンネルのサクシでございます。本日はプレ版から待ちに待ったあのアイテムが届いたので開封していこうと思います。ただね、開けてみて思ったのは、まず思ったより箱が小さいんですね。今回1万8000分2アイテム買ってるにもかかわらず、この小ささでございます。正直驚きました。箱はちょっと大きいので来るのかなと思ってたんですけれどもね、今回は CSM から、コアメダルエキストラとステルメダルを購入しました。仮面ライダーオーズにね登場するメダルなんですけれども、 CSM オーズドライバーはすでに発売済みでございます。ただそこにギリギリ入らなかったアイテムを補う補完的な意味での CSM アイテムになってまして、この箱の高級感は相変わらずいつ見てもいいですね。 CSM は、こんな感じでね、スーパータトバになっておりまして、裏面はいつも通りのプレ版って感じ、なんですけれども、前回 CSM オーズドライバーが発売された、コンプリートセットが発売されていたんですが、ギリギリ付属していなかったアイテムがちょっとずつあるんですね。今回はそちら、かゆいところに手が届くような、そんなギリギリの届かなかったところを補完する、これさえ買っておけばまさにもう仮面ライダーのね、オーズ好き、 CSM オーズドライバーコンプリートセットが本当のコンプリートセットになるよといったセットになります。何が入ってるかというと、財団 X ですね、映画で登場した財団 X が作成したコアメダルが、全部でこれ8枚入っております。財団 X が発明したコアメダル、作成したコアメダルっていうのは、本来コアメダルはね、金の縁なんですよ、縁の部分が、なんですけれども、人工で作ったので、こちら銀縁になっております。ということで、塗装とかは相変わらず前回の CSM に引き続き非常によくできたものになっております。ただこれでだいたい6000円するので、なかなか高いアイテムではあるんですよね。メダル1枚だいたい500円ぐらいかな、するとは思うんですけれども、まあパッと見で1枚それぐらいの価値はあるんじゃないかなと。でこの辺のシャチ、電球なぎ、タコとかサイ、ゴリラ、ゾウら辺は前回のコンピュータセットに付属していなかったので、そちらが今回は商品になったといった形でございます。これはね、正直欲しい人多かったと思いますよ。僕が今開いてるのはデラックスセットの方になってるんですけれども、今サイと比較しようとしたのになぜかサイだけどこかに出張中でパンダに入れ替えられてました。どこ行ったのか、ちょっと引っ越しの際に僕がね入れたんですけどね。ということで、ちょっとこう当時品ですね、デラックス版っていうのは当時品なんですけれども、放映当時に食玩として発売、食玩ではないですね、デラックス玩具として発売されていたものと比べるとこんな感じ。塗装から何からだいぶ違いますが、やっぱり塗装にこう塗り分けがされているのが一番の特徴ですね。銀の縁と金の縁っていうのは、これはもうメダルの質、性質上全然違うものなので別物としてお考えください。裏面のチップとかも今回の CSM では見えないようになっております。ということで、まあ本当に完全版なんですよ。これ以外にももう一個プレ版からメダルのねセットを発売されているんですが、まあ、一応最終的にはこちらの方が完全版といった形になるのかな。結構塗装とか違うんですけれども、本当に CSM っていうセットはね、大人の仮面ライダー変身ベルトということで、非常にクオリティが高いもの、それこそ1枚500円ぐらいするんですよ、このメダル、っていう非常高いものになっておるんですけれども、非常によくできているといったところが売りになっております。そしてこのスーパータカですね、このスーパーシリーズは前回のコンピュートセットにも付属しましたが、より劇中に近い塗装を施されたという重塗装版が付属しております。なので僕はもうもちろんコンピュートセット、前回の CSM オーズドライバー買ってるんですけれども、それを買った人はまさかのスーパータトバがダブルっていうね、異常事態じゃあ異常事態になりました。さあ続きまして、こちらですね、重塗装版と通常版といいますか、前回のコンプリートセットに付属したものの塗装を比較していこうと思います。今持ってるのが、今回の塗装版、重塗装版ですね。右側が前回、左側が今回重塗装版ということで、まあ、タカはパッと見そこまで違いはないように思います。ちょっとだけね、肉眼で見ると金の質が違いますかね、ちょっとだけね。これが一番差がありますかね。トラがですね、だいぶオレンジになっております。確かに劇中ではかなりオレンジで、こう金のね、タカの顔が、タカじゃない、トラの顔が見えやすくなっていたんですよ。前回の CSM コンプリートセットに付属したものはちょっと見にくかったので、それはいい修正かなと思います。さあ、そしてバッタなんですけど、バッタもね、肉眼だとね、ちょっと色が変わっております。緑の色味が変わっています。より金が見えやすく、さらにちょっと深みが増したことで金に重厚感が出ましたね。まさに重塗装感が味わえる仕組みになっていると思います。ではここでスキャン音を一応ね確認しておきましょう。
まあね、この音声自体はコンプリートセット持ってれば実は楽しめるものではあります。まあじゃあ続きましてはこちらですね。その財団 X が作ったコアメダルっていうのは若干スキャン音が実は違います。これね、微妙な違いなんですけれども、普通のね、てな具合で普通のメダルに比べるとね、ちょっと音が低いものになってるんですよね。普通のメダルはね、カーンっていう高い音なんですけども、ちょっと低めの音が鳴るようになっています。これはね、それ以外の今僕が鳴らした像以外も全部同じなので。さあ続きましては CSM のこちらセルメダルですね。こっちの方が僕は本命だったかな、を開封していこうと思います。こちらはですね、いくらしたっけな、1万円を超えたんだよね確か。なかなかいい値段するんですけども、セルメダルというね、仮面ライダーオーズを語るにあたって欠かせないというか、劇中で一番枚数が出てくるメダルはこれなんですけれども、まあコアメダルというね、変身アイテムに比べると非常に軽い扱いをされるセルメダルというね、コインゲームのコインみたいな、やつが24枚入ったセットになります。これをね、ジャラジャラして遊ぶっていうのが当時の子供の中ではかなり夢だったんじゃないかなと思うんですけれども、僕ももちろんその一人でございまして、当時のセルメダルっていうのはジャラジャラできなかったんです。なぜならば外枠がプラスチックのものが多かったから、あくまで多かったからね。なんですけども、今回はしっかりダイキャスト製で作り直されておりまして、塗装も CSM に合わせ、重厚感のあるものに変わっています。それが24枚付属して1万いくら、ちょっと高いね、ちょっと高いけど買わずにはいられない。正直オーズを見ていたら買わずにはいられないアイテムでしたので買ってしまいました。ということで開封していくんですけれども、まあ中身の紹介としては非常にシンプルなので、さーっとご紹介していこうと思います。まずしっかりと間近で塗装を見ていきましょう。こんな感じで重厚感のあるコイン感を残しつつ、でも、オーズのこのメダルのね、若干のプラスチック感も残っていて、いい塩梅でコイン感とおもちゃ感っていうのを、共存させてくれているアイテムだなと思いました。めちゃくちゃ質感良くないですか。いやー、ほんと高級感っていうんですよね。僕が今手に取ってるのは前回入っていたコンプリートセットに入っていた、CSM の高メダルになります。こんな感じでコアメダルのものの、なんていうんだろう、ブランクみたいな感じかな、イメージとしては。シルバーバージョンという感じでいろんな絵柄が存在していますし、このシルバーの方は劇中でもガンガンダブります。なのでてか何百枚も出てくるからね。本当に正直お金があれば10セットとか100セットとか買いたいようなアイテムでございます。で、あのね、あの鉄でできたね、なんか牛乳瓶みたいな形のやつに詰めちゃったりとかねしたいんですが、絵柄はこんな感じで、基本的にはねコアメダルに沿ってトラバットじゃないですね、クジャクコンドルみたいな感じで、一応音声を確認しましょう。音声一応個別のものが用意されてはいます。一応ね、てな感じでギンギンギンって言いますね。確か当時のものだったらどうだったんでしたっけ。名前言わないのかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、 CSM だと一応なんかちょっとは改良されてたみたいです。こんな感じで、セルメダルはギンって言って、多分変身はできないんじゃないかなって感じ、なんですけれども、これをねグリードという敵役を倒すと、そのグリードがこのコインをガラ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 と落とすっていうシーンがすごい衝撃的ですね。血の代わりにコインが溢れ出す、そんな仮面ライダーだったんですよね。なのでこのアイテムは何枚持ってても損はないので、正直まだまだもっともっと欲しかったんですが、
いかんせん高い。24枚で1万円超えてくるとなると僕が買えるのは1セットが限界でした、なんでねちょっと何百枚も無限回収という言葉はまさに似合うアイテムではあるんですけれども、この高級感とともにね、この2020年に商品化してくれたことは非常に嬉しいことだなと思っています。ゾウですね。なんかゾウ好きなチャンネルみたいになってますが、別にゾウにこだわりはないです。それ以外では今回のセットはですね、2枚ではないですね、24枚入っていますので、こんな感じで2段重ねになっております。後半はシャチウナギ、これ電気ウナギなんですね。シャウタなのでウナギ、ただのウナギかと思ったら電気ウナギだったという。でタコですね。こんな感じで柄もしっかり再現されていまして、各柄ごとにちゃんと見えるように裏側にね、深み、彫りの部分にちょっと黒い塗装がされているので、絵柄がシルバーのセルメタルなんですけれども見やすいものになっております。ちょっとね残念ながらこの動画撮影時に当時のもの、僕ね家にあるんですけれども、ちょっと引っ越しの際どっかに行っちゃいまして、サイのメダルとともに、探しても出てこなかったんですけれども、僕が持ってたやつはもっとガチガチにプラスチックで、柄も見にくければ金属感もないのでジャラジャラできなかったんですよ。カラ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 っていうだけだった。だけど今回のこのねセルメダルをゲットしたことによって、念願のセルメダルをジャラジャラするという夢が叶うというね、1万円かけてね。いやいいんですよ、僕としてはすごい嬉しいアイテムなんですけど、1個だけデックなのは、ね、やっぱ高かった、少しっていうのがちょっと値段のことでちょいちょい言ってしまってはいるんですけども、買って後悔はしてないです。こんな感じでカニだとかね、次はなんだエビかてな感じで、こんな感じで全24種の柄のセルメダルが入っております。でこれはねもうねしまっておくもんじゃないんです。こうやって全部出してあげまして、ちょこの辺のコアメダルはちょっとジャラジャラするわけにいかないんですが、こういう風にね積んであげて、ジャラ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 とするのが正解なアイテムなんですよ、これは間違いなくね。なので僕はどうやって飾ろうか今考えてる最中でございますけれども、もったね、正直もっと欲しかった。やっぱり今こうやって見てるともっと買っとけばよかったなとは思ってしまいますね。ちょっとねもうちょっと欲しかったと思うんですけれども、今回は、2アイテムですね、コアメダルエキストラとセルメダルのアイテムの紹介になりました。こんな感じで説明書も入っておりました。すいません最後の紹介になっちゃってね。いやーまあ本当にね買ってよかったんですが、あと1セット欲しかったな、セルメダルはって、買ってからちょっと後悔します。ただこれが11,800円したのでね、本当に2セットは買えなかったかな。難しい塩梅ですが、買って後悔はなかったので買ってよかったなと思っているところでございます。皆さんもよかったらぜひ、ただプレバン予約商品なのでちょっとプレミアとかついちゃってるとあれなんですけどもね、気になった方はぜひぜひチェックしてみてください。そんな感じで今回は仮面ライダーオーズの、CSM コンプリートセレクションモディフィケーションから、オーズドライバーに付属していなかったコアメダルのセット、コアメダルエキストラと、セルメダルのセットになりました。これで僕の CSM オーズドライバーはまさしく完全なるコンプリートセットになったと言っても過言ではないと思いますので、僕はこのアイテムを大事に大事に保管していこうと思います。っていうか僕は遊ぶ方なんでめっちゃ遊んじゃうんですけどね、遊んでいこうと思います。そんな感じで今回はご視聴ありがとうございました。いつもはですね、絵描きのフィギュアだったりデジモンだったりカメラだったりいろいろとレビューしております。よかったらチャンネル登録や高評価の方よろしくお願いいたします。さあそんな感じで今回ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。